三谷のりお君。自由民主党の三谷のりおでございます。外務委員会久しぶりに戻ってまいりました。野党になって初めて戻ってまいりました。大臣の今日はですね、まずその外交姿勢全般について若干お伺いしたいのと、その後、TPP、さらに、普天間の問題も伺おうと思ったんですが、河井委員が相当突っ込んで聞かれましたので、若干端折ってですね、伺いたいと。で最後に、ASEAN といいますか、東アジアの問題、南シナ海の問題、あるいは最近非常に急速に進展しておりますミャンマーの情勢等についてお伺いしたいなというふうに思っております。最初にまず大臣のですね、所信の中でも述べられておりますが、外交の目的ですね、これは国益を最大化することだと当たり前の話でありますけれども、もう少し具体的に日本にとりましてね、特に今の日本にとりまして、その国益というのは一体何だというふうにお考えでしょうか。現場大臣。やはり、先ほども若干触れましたけれども、一番大事なことはですね、このアジア太平洋地域において民主主義的な価値に支えられた豊かで安定した秩序を作る、そして不安定要因がございますから、そのリスクをできるだけ最小化する、その上で成長の機会を最大化する、そのことが大切だというふうに思います。特に1億2700万あるいは800万ちょっと正確に申し上げられませんが、約800万弱の人口が、このままいけばですね、2046年には1億人を切るという状況の中で、やはり成長の機会をきちっと最大化する、そういうための外交も必要だというふうに思ってますので、そういう意味でですね、そのためにどうしていくかということを具体的に合理的な手段を組み合わせていくということだというふうに思っています。三谷典夫君。今大臣がおっしゃったその国益の最大化、これはその通りだと思うんですが、今のね、その日本の外交、それはもっと言うと外務省と言ってもいいかもしれませんが、そのために十分機能しているとお考えでしょうか。現場大臣。いや、これはですね、機能させなきゃいけないということだと思います。でも先ほども率直に私申し上げましたけど、結局ですね、民主党政権になって、やっぱり最初の時のあの発言でですね、やはり日米の揺らぎというのは一時的にあったということは私は否めないと思ってるんです。ですから、その日米の基盤というのはやはり強固にする、これは安全保障だけではなくて経済も文化もそうだと思うんです。でさらに言うとですね、日本自らがやっぱりよりできることがあるはずだ、そういうことも合わせて考えなきゃいけないし、さらにさまざまなパートナーの国々との関係をきちっと深化をさせる、そして先ほど国益ということだけ言いましたけど、実際は国際社会全体の貢献のためにはですね、いわゆる国益と国際公益の重ね合わせみたいなものも当然必要になってくると思うんですね。でその上で国益にきちっと結びつけていく、国民の生活豊かさの維持、特に子どもたちや孫たちに豊かさを引き継ぐのが私は政治家の役割だというふうに思ってますので、そのために外交でできることは最大限やっていきたいというふうに思ってます。三谷典夫君。今の日本にとりましてね、外交を進めていく上でのツールというんでしょうかね、政策手段と言ってもいいかもしれませんが、日本は軍事力は、対外的には使わないと、一部その PKO とかね、これは軍事力というよりはむしろその平和維持のための協力でありますけれども、それからその経済力にですね、陰りが見えてきていると、ODA 予算も減らされてきていると、そういう中でね、その日本外交にとってこれからそのツール、一体何があるんだと、実は私、7月にちょっとプライベートで、インドネシアに行ったんですが、その時に民間企業の方、十数年、もう20年近くインドネシアに乗られる方って話をしてましたらね、民間企業の方ですけれども、こんなこと言ってました。
最近特にここ、まあ、別に民主党政権になってからということではないかもしれません。もう少し長いスパンかもしれません。5年10年という話だと思いますが、昔と比べて日本政府の、まあ、影っていうんですかね、非常に薄くなってきていると。このインドネシア、ジャカルタにおいても日本政府の存在感が極めて薄いというようなことを言っておりました。まあ、インドネシアは特にね、その昔から ODA の最大の教育、受け取り国であったり、まあ、そういうこともあったからということもあるんでしょうけど、またそのインドネシア自身が経済発展 もかなり進んできてますから、まあ、そういう面もあると思いますけれども、まあ、非常にその政府の影が薄いということをその民間の方が危惧してるんですね。でここで、まあ、大臣この間インドネシアも行かれましたけれども、多分ね、外務省の人、大使館の人、何やってるかというと、大臣の路地で走り回ってるんですよ。何十人もかけてホテルの手配、空港への出迎え、車の手配、まあ、先方とのアレンジメントもあるでしょう。で、これ何十人もやってるんですよ。まあ、大臣ついて東京からついて行かれた方、何人いたか知りませんけれども、まあ、多分インドネシアの大使館員ほとんど総出で、大臣一人のために路地をやってるん、いくら使ったか知りませんよ。で、終わったら大臣行っちゃったらね、あ、よかったよかった、無事に終わったと。で、みんなで打ち上げやるじゃないかと。私自分も経験あるからよくわかるんですよ。それが外交かということですね。そこのところをしっかりと、私は大臣は外務省の職員の皆さんにも徹底させてほしい。日本の国益がこれなんだと、外務省はこれをやるんだと、そのために君たちは働いてほしいんだと、俺の路地なんかどうでもいいと、そういうことを大臣が言わないと徹底しませんよ、これ。私もワシントンに3年いましたけど、総理が来るたんびに何やってるかというと、議員さんの世話に走り回ってるんですよ。そんな外交じゃないですよ。本当の意味での外交をしっかりとやっていただきたい。それからもう一つ伺いたいのは、まあ、民主党政権になって2年経過したわけですけれども、この間の特に外交のね、大きな話ですけれども外交上、そのどういう、まあ、得失点といいますか、あったのか、大臣の総括をお伺いしたいんです。私は失点はたくさんあったけれども、得点はほとんど何もないと思っているんですけれども、まあ、この点についていかがでしょうか。現場大臣。まあ、三谷委員の、まあ、先ほどのいろんなアドバイスについては、しっかり参考にさせていただいて、まあ、路地に走り回りすぎてね、本来の仕事忘れないようにというのはもうその通りだというふうに思います。それとやはり外交のですね、やはりバックグラウンドというのは確かに一番大きいのは国力そのもの、まあ、外交そのものももちろん国力の一つを成しているわけでありますけれども、国力、それは、まあ、先ほど軍事力って話がありましたけど、経済力、文化力、そういったことを含めてのトータルで、あります。まあ、そういう意味で、先ほど申し上げたように、まあ、人口減少時代に入ったとかですね、あるいは経済力に、まあ、陰りが見えてきたというふうに見られているということ自体がですね、非常にその外交をやりにくくしているという面は私は一定程度あると思います。で、それをしっかりカバーしていかなきゃいけないということだと思うんです。で、同時にですね、そのいわゆるルールを作ると、いわゆる構想をしてですね、ルールを作るということは必ずしもお金はかからないということなので、やはりさまざまな構想をですね、作って、しかし別に絵空物語の空想を作ってもしょうがないんですけれども、現実的ないろんなですね、提案をしてそれを実現していくということは大切だと思います。で、2年間の総括という話でありますが、まあ、先ほど申し上げたように、もう率直に私自身は一時的な揺らぎというのは否めないと、日米についてですね。ですからそこの日米を強固にするというのはやはり非常に大事な課題で、まあ、あのあと総理外務大臣とも努力をしてきたというふうに思いますし、そこをきちっとですね、私は一層健康にしたいという思いがあります。じゃあプラスは何だったのかと、こういう話でありますが、私はですね、まあ、一つはですね、密約文書というのを公開をする、
というのは私はそれはそれでですね、一つの良かった点だと思います。で、実は岡田外務大臣がその辞めてからですね、その後公開されてないということだったので、私自身もそれを指示をして、急ピッチで作業を今させているということがあります。あとは核の問題でですね、 NPDI というですね、オーストラリアとイニシアティブを取って、よりその現実的なそのステップバイステップでこの核の軍縮の問題というものを進めようじゃないかということで、物事を進めている、まあ、まだ残念ながらですね、大幅にその物事が前進したとは言い切れませんけれども、そういったイニシアティブを取り始めた。あとはやはりアフガンにおけるですね、まあ、これは資金の話になっちゃうんですけれども、これは資金の話ですね、あのコミットっていうのは私はですね、今後生きてくる可能性というのはかなりあるんじゃないかなというふうに思ってます。三谷成雄君。まあ、特典の方がね、その密約文書の公開だとか、その程度の、それはウィキリークスの方がよっぽど立派なことやってるのかもしれませんけど、アフガンの話にしたってインド洋の給油をやめちゃったわけですよね。そっちのマイナスの方がずっと大きいと思いますよ、私は。そんなことで得点だという方が私はおかしいと思いますけれども、まあ、この問題はこのぐらいにしておきます。まあ、日本はね、要するに、まあ、セックスアピールがなくなってきてるんですよ。で、日本の外交でやれるとしたら、私はやっぱり日本の見識を示すことだと思ってるんですよ。ね、金はない。だんだん減ってきてます。軍事力も使えませんと。だけど日本はこういう見識を持って、世界の国と付き合っていきますと。こういうことをやりますよと。それを示すのが外務省の役割ですよ。それが本当の日本の外交の私は礎になると思っているんです。それをぜひやっていただきたいですね。だからさっきから伺っているとどうも見識がうらうらしてるから、領土問題につきましてもね、これはなかなかちょっと頼りないなという気がして聞いてたんですけど、まあこの辺、これはこの辺にしておきますが、では TPP について伺いたいと思います。ちょうど20年ぐらい前に私はワシントンにいましたときに、実は日米構造協議っていうのがありましてね、で当時は実はそのアメリカとの経済関係っていうのは非常に大変な時期でした。まあ、これ構造協議だけじゃなくて、自動車の問題ですとか、あるいは建設の問題ですとか、あるいは通信等の分野でも非常にアメリカとギクシャクしましてですね、まあ、いろんな要求をアメリカから突きつけられて、我々、大使館にいた人間も非常に四苦八苦した覚えがあるわけですが、まあ、なんとなくその TPP、 今度のこの TPP の問題で若干それにこうダブル面を私自身は感じております。そもそも TPP の話というのはですね、去年の横浜の APEC の場で多分初めて出てきたんだと思うんですね。それまであんまり聞いたことない、 TPP というのは。私もアメリカ人の知り合いたくさんいますけれども、 TPP って何だってアメリカ人が言ってるんですよ、みんなね。今は知ってるかもしれませんけれども、当時は TPP なんて知らない。で、これは多分そのAPEC で目玉になるアジェンダがないから、おそらくその外務省と経産省の子役人がですね、入れ知恵をしてこれを持ち出したらいいですよと言ったに決まってんですよ。その程度の話だったのが、今や平成の開国だとか、そういう大きな話になってきてしまった。で、9月の日米首脳会談でオバマ大統領からまあ、いくつか話をされたんだと思います。まずは普天間の話ですね。それから TPP とか牛肉の例の20ヶ月、30ヶ月の問題、それから国際結婚のこの親権に関するハーグ条約加盟の話とか、まあ、この4つでプラス、まあ、こちらから多分その例の武器輸出三原則の緩和の話、まあ、これは向こうから持ち出したというよりも多分こっちから言った話かもしれない。そこは私も推測ですからよく分かりませんが、おそらく今度ハワイでオバマ大統領と総理が会われるときに、まあ、これらの問題について、まあ、日本側としての、まあ、見解をね、申し述べられるということになっているんだと思います。そこでまずですね、もう TPP の問題について伺いたいのは、
一つはその世界全体の自由貿易